高音で歌うときに声がどうしても裏声になってしまうという人はこの動画を最後まで見てみてください。ヤッホー、高音大学の皆さん、ご機嫌いかがですか？君のボーカル講習教です。このチャンネルではブラジル人の僕が日本で高音が出せなくて悩んでいるという人たちのために、発声の理学、ミックスボイスやベルティングなどについて話しているので、力強い高音で自由に歌えるようになりたいという人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今回の内容は、高い声で歌う時にどうしても裏声になってしまう人のために、どういった練習を行えばいいのか、どういった意識で行えば高い声でも裏声にならずに気持ちよく綺麗に歌えるようになるのかっていうのを解説していきたいと思います。で、そもそもどうして裏声っぽい発声になってしまったり、裏声の発声になってしまうのかっていうと、 CT 臨場向上筋っていう筋肉を使ってる割合が、 TA っていう声帯を縮める筋肉の割合より結構多くなってしまっている状態。もちろん高くなるにつれこの筋肉を増やさないといけないんだけど、これを増やしすぎていると逆にまだ高い声を裏声にしないでも出せるはずなのに裏声にしてしまうっていうことが起きるのね。で、高音大学に入っている学生さんとかは、まあ、2年生からこの CT の割合っていうのを考え始めたりするんだけど、まあ、CT の割合増やしましょうとか、TA の割合増やしましょうとかっていうのを考えるんだけど、今回はシンプルに歌いながらどういう意識で練習すればいいのかっていうのも説明します。例えばこういう感じで歌いたいとします。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 これが隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、こういう風になってしまう。なんでかっていうと、まだその中間の感覚に慣れてないのね。いきなり自分もここの感覚だったら、まだ TA の割合を多くして発声できますと。けど一気にここの高いところに行くと CT の割合が増えてしまって裏声っぽい発声になる。ってなったら何をしないといけないのかっていうと、ここのキーを下げないといけないのね。じゃあ実際にどういう風にやるのか。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 ここの高さだったらまだ TA の割合を維持できるなっていう高さがあるとして、そっから一気に隠し事じゃなくてちょっと上げる。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 っていう風にやってた時に、仮にここのところで隠し事だらけもう裏声の方に行っちゃうのであれば、ここのなるかならないかギリギリのところで練習をする。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 ここで裏声に行くか行かないか微妙なラインだなってなったら、そこの高さを徹底して練習する。そしたら慣れてくるのね。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know、 あ、結構安定してきたな、裏声に行きそうにないっていう状態までここに慣れたら、キーをまた上げていく。で、そしたらまたここの天井にぶつかるのね。そこを超えたらもう裏声になるなっていう範囲があると思うから、またここを下げてここになれる。で、これは結構時間が必要なのね。ゆっくりやっていかないといけないし、毎回この段階を踏む必要がある。多くの人は焦って裏声でもここの高さが出るから、とりあえず元気で歌うっていうことを優先しちゃうのね。けど、今出したい発声が、例えばピュアベルティングだったとして、ピュアベルティングを出すことが優先なのね。元気で歌うことが優先じゃないから、まずはピュアベルティングにできる高さで歌いましょうと。今の自分がね。で、そこからピュアベルティングを維持したままキーを上げていくっていう風に考えないと、毎回裏声、裏声、裏声で嫌になって、結局 TA の割合が多い状態で
この CT のバランスを取らずにグワーって張り上げてしまうのね。でまた悪い癖になってしまうから、だいたい焦ってここの高いところに行こうとするっていうのが原因で上達できないっていうのがあるから、ここの天井にぶつかったな、または天井をはるかに超えてる、ああもう全部ラゴになるみたいなところだったら、しっかりと下げて天井を探しに行きましょう。で天井が当たって、でそこをちょっと超えたらまたちょっと下がって、でここの天井ギリギリのところで練習をすると、この TA と CT のバランスのコントロールをした状態でしっかりと高音に持っていけて、隠し事だらけ、継ぎはぎだらけの Home You Know っていう風に歌えるようになるので、ぜひこのね、しっかりとゆっくり時間をかけて段階を踏むようにして、こういった歌い方できるようにしてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。We've been singing la 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 la